マリア・アンナ・フォン・エスター・ライヒは、神聖ローマ皇帝フランツ一世ステファンと、皇后マリア・テレジアの次女。成人した兄弟の中では一番の年長。修正独身のママウィームで過ごし、母ミカドの没後、クラーゲンフルトに陰性して、エリーザベと修道院への奉仕に身を捧げた。マリア・アンナの誕生は、男児の誕生を望む皇帝一家と、オーストリア国民を落胆させた。 1740年から男児誕生までの間、彼女はマリア・テレジアの推定相続人と目されたが、1741年の弟・ヨーゼフの誕生により、完全に日陰へと追いやられることとなった。母、マリア・テレジアは、娘の中ではマリア・クリスティーナやマリア・エリーザベトを偏愛したが、マリア・アンナは母からの愛情を得ることができなかった。病気がちだった彼女には、 結婚によるハプスブルク家の外交に貢献することが期待できなかったことが原因の一つとして挙げられる。加えて彼女は成長するにつれ、背中の湾曲が目立つようになり、周囲からセムシの王女との部別と揶揄を受けるようになっていた。マリア・アンナは絵画、ダンスやバレエ、音楽の際に恵まれ、ウィーン造形美術アカデミーやフィレンツェ芸術アカデミーに迎え入れられた。集中力、 記憶力、勤勉さにおいても弟、ヨーゼフを凌駕したが、未来の皇帝よりも優れた才能を持った巫女の存在は、宮廷で疎まれた。1757年に大病を患ってからは、医師から楽しみとしていたダンスや狩猟などの運動を禁じられてしまった。宮廷において彼女と同じく日陰者の身であった父、フランツ・シュテファンが、彼女の唯一の理解者にして、 愛情を通わせ合う対象となった。父ミカドは娘の知性を愛し、二人は自然科学分野のコレクションや古戦学の研究などの趣味を分かち合った。父ミカドの亡き後、マリアアンナはそのコレクションと研究を受け継いで発展させ、その成果はウィーン科学博物館の礎となった。しかし、学級能力が女性に求められる資質ではなかったこともあり。 家族の中での彼女の評価は低いままだった。こうした境遇がマリアアンナの性格を堅くななものにしていった。ヨーゼフのパルマ公女、マリアイザベラとの結婚を実前たちに次ぐ新たなライバルの出現とマリアアンナは受け止め、マリアイザベラに冷たく接した。このことがヨーゼフが姉を嫌悪し、フランツ・ステファンが娘を遠ざける原因となった。1763年に、 マリア・イザベラが天然痘でこの世を去ると、マリア・アンナは再び父との親しい関係を取り戻したが、1765年に最愛の父が亡くなると、その安寧な生活にも終止符が打たれた。1766年、マリア・テレジアは、マリア・アンナを、プラハの貴族女性のための施設長に任じた。これにより、マリア・アンナは2万グルデンの年金を得ることになったが、 健康状態を理由に現地に赴任することはなかった。1769年、唯一仲の良かった妹マリア・アマーリエがパルマに、とつぐと、マリア・アンナは、ケルンテンのクラーゲンフルトにある、エリーザベト修道院に入ることを願い出た。彼女が、条件の良いプラハではなく、クラーゲンフルトへ行くことを希望したのは、かつて、エリーザベト修道院を訪れた際、誰も、 彼女の姿形に不快感を示さなかったことや、修道院長、クーエンベルク伯爵夫人とマリアアンナの間に抗議があったことなどが理由と考えられている。当初マリア・テレジアは難色を示したが、娘の熱意を受け入れ、エリーザベと修道院に隣接する土地にマリアアンナのための上官を建設した。クラー・ゲンフルト住民は、王女の来訪を心待ちにしていたが、 マリアアンナが上官に移るまで1771年の上官の完成からさらに10年の歳月を要した。1780年にマリア・テレジアが死去するや、かねてよりマリアアンナを深く憎悪していた弟ミカド、ヨーゼフによって彼女は事実上宮廷より追放され、1781年4月にクラーゲンフルトの上官へ今日移した。この転居に際して、 それまでに収集された鉱物は、ブガの大学へ、膨大な蔵書は、ウィーン大学や、その他の科学研究施設へ売却することを、余儀なくされた。女子修道院長、シャバリエガッサー・クラーゲンフルトで、マリア・アンナは、生まれて、初めて民衆の艦隊を受けた。この地で彼女は、生涯の友人を得て、周囲に心を開くようになっていった。クラーゲンフルトの宮内庁長官として派遣された。 エンツェンベルク伯爵と女子修道院長、シャベリエ・ガッサーが彼女の心の支えとなった。マリア・アンナは修道院の運営について、ガッサーと忌憚なく意見を交換し、財政難で苦しんでいる修道院を経済的に支援した。マリア・アンナの尽力により、エリーザベと修道院付属協会は教区協会へと格上げされ、国庫からの援助を受けられるようになった。 マリアアンナは資材を通じて、修道院付属の病院の施設の改善にも励んだ。ヨーゼフは、彼女の財政支援の要請に冷淡な態度をとっていたが、1783年に現地を訪問し、病院の感じの良さと修道院の活発な雰囲気に感銘を受け、病院へ支援を行うようになった。また、ケルンテン州知事を通して、マリアアンナは、匿名で、 貧者や病人への支援を行った。熱心な社会福祉活動と学術活動の結果。1789年の春から病床に付した後、同年11月19日、彼女のために祈りを捧げる住民たちが上官の周囲を取り囲む中、マリアアンナは望み通り聖エリーザベトの祝日に亡くなった。母妃には生前から用意されていた文言がラテン語で刻まれた。 マリアアンナペコートリックスナタダイシックスオクトーバー、マドクックスバイブデナタダイジックスノーブ、マドクキシックスレックイースキャットインパーチェ、マリアアンナの遺産はすべてエリーザベト修道院に依存された。私有物や居場も売却され、その収入が修道院へと納められた。ヨーゼフテイの個人的な計らいにより、相続税に対する免除率が最高の25%に設定された。 イグナーツ・フォンボルン父ミカド、フランツ・シュテファンがフリーメイソンであったため、マリアアンナも愛する父の影響を受けフリーメイソンに対して深い好意を持っていた。ウィーン時代、マリア,アンナはウィーンにおけるフリーメイソン活動の中心人物である、鉱物学者、イグナーツ・フォンボルンと共に自然史の編纂を行うと同時に、ボルンの研究に対して投資をした。また、彼女は、 フリーメイソンのウィーン支部にもたくさんの贈答を行った。クラーゲンフルト転居後、1783年にボルンの肝入りでクラーゲンフルトにフリーメイソン支部が設立されると支部にはマリアアンナの名が冠された。彼女はフリーメイソンの良きパトロンとして振る舞い、会員の妻たちのための夜会を定期的に開催した。こうした文化人との交流がマリアアンナに 遺跡の発掘と保護への意欲を芽生えさせ、1783年に開始された、ソルフェルト平野の発掘調査に彼女は3万グルデンの投資をし、古代ローマ時代のビルヌーム遺跡が発掘された。修道服を身につけた、肖像画が残されているが、修道所にはなっていない。グラブ、マリアアンナ。ありがとうございます。